はい、じゃあ今日は SE とナンバーザーゲートの、物件をご紹介させていただきたいと思います。まずこのような通り沿いになってまして、これからお部屋の中をちょっと撮影していきたいと思います。はい、では次こちらのタイプを見ていきます。玄関があって、このように通路にキッチンがあって奥のお部屋ですね。まず奥のお部屋からご紹介させていただきます。このような白基調のお部屋ですね。サイズ感をちょっと測るために、このようなシートを持ってきたんですけども、何かというと、ベッドとかソファーとかテーブルの大きさに大体一般的なサイズで切ってきたものなんで、これを広げてイメージしていただけたらよいしょ。これが大体シングルベッドの一般的なサイズで切ってますので、例えばベッドを置いていただいたらこのような感じですかね。で、ローテーブルを置くとしたら、大体サイズこれぐらいのものが一般的だそうです。で、テレビボードを向こうに置いてっていう風な形ですかね。で、ソファーに切り抜いたサイズのものを持ってきたんですけども、ちょっとね、この感覚やとちょっとソファーを置くとなるとこうは難しいと思うので、例えばちょっと通り道少なくなっちゃいますけど、このように置いたりですかね。ちょっと窮屈ですね。で、それか最近よくある配置でと、このバルコニーを塞ぐようにベッドを配置して、よいしょ。で、そしたらここがすっぽりと空間が空くので、例えば、これソファーのサイズなんですけども、2人掛けのソファーのサイズ、一般的なものに切り抜いてきてるんですけども、こっちにソファーを置いて、このようにローテーブルで、こっちにテレビ台ですかね。テレビボードはちょっとテレビによってサイズが変わってくるので、かなりサイズ感が違うので、ものに合わせればいいと思うんですけど、こうすれば、シングルベッドと、ソファーテーブルテレビってみたいな配置はできるかなと思います。あとは全体的なサイズを測っていきますね。まずこちらから測っていきます。こちらのサイズが119センチですね。で、今が258センチ。この収納の厚みに当たるような壁ですね。ここが64センチですね。で、次は、簡単な設備の説明ですね。まずこちらですね。こちらテレビモニター本で、こちらインターホンになったら、こちらから、訪問者の顔が映って、通話したり、オートロック解除したりできるシステムですね。あとこちら収納ですね。このような収納になってまして、このハンガーラックのバーだけ、ハンガーパイプだけ測ってみましょう。ハンガーパイプが118センチですね。奥行きも一番高くて、この扉までが、58センチですね。奥行きですね。で、次このキッチンコーナーですね。まずキッチンが2口、コンロがあって、で、その下に収納がこのように、結構たくさんあります。今ちょっと下が空いてるのは新築なんで、ちょっと点検口とか穴開いてるだけなんですけども、で、その上にもしっかりと収納があります。で、横に、冷蔵庫置き場があるんですけども、冷蔵庫置き場のまず横幅ですね。冷蔵庫の横幅が64センチですね。
で奥行きを、この扉側に合わせると74センチ奥行きが。で次が洗面所ですね。で洗面所がで、こちらが洗面台があって、ちょっとしたらこれ上に鏡がつくかもわからないんですけども、こちらが、このようにまた収納になってます。で、その奥にお風呂がありまして、まあ、お風呂もちょっと新築なんで、まだ工事中なんで、このようにちょっとまだ汚いんですけども、レバー、シングルレバータイプなんで、お湯と水が、混ぜなくてもいいタイプですね。お湯の温度調節して、水を出せばすぐ出てくるタイプです。であとは、これが、浴室乾燥機、機能付き、浴室乾燥機ですので、このバーをこの手前にやって、で、そこに洗濯物をかけて、浴室乾燥していただいたら、翌日には、洗濯物が乾いていただいたような設備ですね。これ結構便利ですね。で、次が、お手洗いですね。この手は普通のこういうウォシュレットタイプ、ちょっとチラシ落ちてますけども、ウォシュレットタイプで上に収納棚がありますね。で、そのまま反対側ぐらいに洗濯機置き場があるんですけども、これ洗濯機置き場、洗濯板自体は61センチなんですけども、この洗濯板の横幅自体は78センチあります。でも実質この扉のことを考えると、67センチですかね。67センチぐらいの幅がいっぱいいっぱいです。で奥行きもこれ扉を閉めることを考えるとここまでの、奥行きになると思うので66センチですね。が奥行きになります。で最後にシューズボックスですね。ちょっと一人暮らしでは広めですかね。上から下まであってで、横には傘立てないようなスペースもありますね。あとはちょっとした設備ですけども、こちら人感センサーライトって言いまして、これ自動とか切る続くってあるんですけども、自動にしといたら、ここのセンサーで、人を察知したらパッと光がつくので、両手荷物下がってたりとかしてもパッと電気ついたりするので、これも結構便利ですね。あと最後バルコニーですね。すいません、ちょっと新築なんでバルコニー開けれないんですけども、ちょっと当てないでって言われてるんですけども、一応、奥行きで言うとどうでしょうか、1メートル半ぐらいあるんですかね。で、見晴らしもこのような感じですかね。すごい目の前に建物があって塞がれてるっていうか、ちょっとゆとりがあって火が入るような感じです。以上です。弊社大黒住まいは大阪市内の難波大黒町あたりで営業しておりますので、お部屋探しされていらっしゃる方がいましたら、ぜひ弊社をご利用ください。また、こんな動画を撮ってほしいとか、こんな検証をやってほしいなどありましたら、次の動画の参考にもさせていただきますので、ぜひコメント欄に書き込んでください。